い、皆さんこんにちは、ラミキです。今日はゴルフ場ではなくこちら室内からお届けしております。そしてですね、今日はちょっと私は勝手にずっと知ってたんですけど、その方がなんとゴルフを始めるということで、今日はこの YouTube に私は出ていただいて、ちょっと一緒にゴルフ女子企画をやろうかなと思います。ということで今日のスペシャルゲストはこの方です。どうぞ。こんにちは。こんにちは。プロサーファーの秋田さらちゃんです。はじめまして。こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。あの、共通点で言うとまず事務所が一緒で、もう事務所は大先輩なんです。もう、ね、でもお年も若いですよね。まだね、20歳です。ですよね、はい、7歳でサーフィン始めて、うん、で13歳でプロに。プロですよ。13歳で小学生、中1ですね。中学になったばっから、はい、プロサーファーになって、でなんかその後も結構海外でもね。そうですね、今は海外の試合に回ってます、うん、でハワイと日本のバイリンガルなんですか。そうです。ハワイの学校にずっと行ってて。そうですよね。そうですね。っていう感じで、今は日本なんですよね、拠点。そうです。たまに変な日本語が出ちゃうんですけど。それも可愛いので、そのままやっていただいて、なんと今回ゴルフを始めたいということで。はい。これなんかきっかけあったんですか。なんか結構海外の友達がみんなゴルフやってて、おー、で、うちも一緒にやりたいなと思って。なるほど。あとサーフィンにもなんかいいらしくて、体感とか。なるほどなるほど。そうです、それで始めたいなと思って。全く知らない。全く知らないです。お父さんがなんか、お父さんも若い頃サーフィンしながらゴルフやってて、で前小さい頃に連れてってもらったことあるんですけど、すっごい怒られて、で、そうですね、そこでいや嫌だと思ってそっから一回もやってないです。なので今日はさらちゃんのゴルフ女子企画ですね、やっていきたいと思いますまずはゴルフやるには物を揃えなきゃいけないですよね。ということで、まあ、ゴルフウェアとかキャディーバッグとか、本当そういうものを一切持ってないということなので、今日はこちらです。ゼロハリバートンゴルフさんに来ました、はい、でこれもまたちょっとね、いろいろ経緯があって、まあ、サラちゃんのスポンサーさんが、そうです、このゼロハリバートンゴルフやられてるエースさんという会社ですよね、はい、っていうつながりもあって、いや一番身近にそのスポンサーしてくださってるね、身近なところがゴルフショップを出したということだから、はい、なんか一番いいじゃんって思って今回はね、だからここでまずは物を見ていこうかなと思います、はい、分かんないことは何でも聞いてください。お願いします。一応ゴルフ歴5年目なんではいお願いします、はい、見てください。うわ、すげー。いろいろ見てもらって、もうこの辺がだいたいゴルフウェアですね。なんかまた多分サーファーと全然違いますね。超可愛いです。可愛いですか。はい、確かにこういうのサラちゃん着てるイメージはあんまないですけどね。全然ないですね。私服でもスカート履かない。スカート履かないですそうなんだ。そうですね、結構ボーイッシュな系が多いかもしれないです。ゴルフは結構紳士のスポーツなんで、まずなんか襟ついてるもの、はい、こういうポロシャツ襟ついてたり、こっちの襟でもいいんですけど、ワックネックって言って、どっちでもいいんですよ。でもとりあえず襟はあった方がいい、うん、マストで、はい、ちょっとこれは今日はダメですね。ダメですね。でもピンク普段着ないんで、うん、おろ、挑戦したいみたいな感じですか。いや、挑戦したいけど恥ずかしいです。恥ずかしい。なるほど。グレーとか。あ、このグレーもいい色ですね。かわいいです、ね、これも今こっち半袖で、こっちはほらノースリーブはあまり着ない。なんかサーファーってやっぱ肩幅が、あ、なるほど、結構パドルして肩幅がつくので、はい、うん、なんかそれ隠したくなっちゃいます。あ、そうなんですね、はい、まあ、そっか、でもいつもね、逆に、ね、そうですね、もう水着なんで、ね、逆に見えないサラちゃんの方がレアかも、はいあとは何だろう、まあ、スカートとか。ゴルフめっちゃスカートのイメージですね、うん、さっきみたいなスカートとか、あとはこれ私が今、これ私自分なんですけど私これ持ってるんですけど、このセットアップは私持ってるんですよ。でこれだったら結構もうこのままいけません？いけます。ゴルフもいけるし、なんかこのまま家帰れちゃうみたいな。うんうん、
結構これとかも、これも色違いありますか？あ、本当だ。お揃いですね。なんか色でもこっちっぽいですね、好きな。はい、結構黒っぽいの好きです。あ、これこういうタイプもあるんですよ。スカートに見えるけど後ろパンツみたいな。あ、めっちゃいいですね、それ。サラちゃんもめっちゃいい。やっぱサラちゃんはこっちの方がいいかな。うん、じゃあこっちタイプ。はい、このタイプにする。あの、この後ろがキルットで前がスカートみたいなやつは色はこれだけですか？4色ある。何がいいですか？これに合わせます？どれがいいと思います？例えば、じゃあせっかくだからなんか通行でぐらい、ね、うんうん、作ってみて、はい、着てみていい？これが黒だから、ね、これパンツだから、これ今選んだじゃないですか、はい、寒い時上着るとか1個も合わせられるし、なんかよくこういう人もいますよね、重ね着的な。わかんない、長袖着ないですか？長袖着ます。着ます？はい、あ、長袖着る。長袖着ます。勝手に半袖しか着ない。長袖着ない人やばい。いや、なんか半袖しか着ないからみたいな。年中半袖みたいな。ピンクのポロシャツとかをチャレンジしてみます。確かにちょっと見たいかも。わあ、ピンクの長袖結構チャレンジですね。可愛いけど半袖じゃ似合うかわかんない。めっちゃいいですよね、生地、うん、めっちゃ気持ちいいですよね。超気持ちいいです。肌触りめっちゃいい。こっちもありました、こっちの襟で長袖も。長袖がいいです。1個、はい、下はこんな感じ。はい、何でも合いますもんね。うん、どっちでも合うし、かわいいかな。じゃあこれはセットアップ、かっこいい。これなんかもうサラちゃんっぽい、普通のサラちゃんっぽい感じとちょっと女子サラちゃん、うん、かわいいサラちゃんで。かわいいサラちゃんで目指します。はい、サラちゃん着替えましたか？お、着替えました。まず1コーデ目、じゃじゃーん。これはまあサラちゃんっぽい、かっこいいサラちゃんです。どうですか、着た感じ？めっちゃ肌触りいいですね。いい感じ、うん、いい。あ、ちょっとこっちに向かってスイングしてもらっても。無茶ぶりすぎるけど。おー、いい感じ。ありがとうございます。じゃあ、さらちゃん2着目着れましたか？着れます。待って、全然雰囲気違う。どうぞ。かわいい、かわいい。ピンクもいい、めっちゃ似合ってる。はい、いい感じです。かわいい。あの、なんかなんだろうな、アメリカの本当にね、学生さんみたいな。いや、めっちゃよくいらっしゃるじゃないですか。めっちゃ似合ってる。あ、見た目がプロみたい。本当になんか私のが初心者感出てますよね。本当になんかソックスもいい感じですね。その、はい、初めて履きました。はい、もうなんか、あの、折るってこと知らなくて。そう、ここのね、ここちょっと一回折ってね、履くんですけど、それ分かんないですよね。初めてだったから。めっちゃ長い。かわいい。初ピンクなんで、ちょっと恥ずかしいんですけど。でもめちゃめちゃかわいいです。ね、かわいい。これでもうぜひゴルフしてほしいですね。はい。はい、じゃあもうこれ決まりで。はい。お願いします。はい。まあ、せっかくなんでこの格好で、あとじゃあバッグとか選んでいきましょう、はい、まず必要なキャディバッグと、さっき言ってた、大きなバッグですね、ゴルフ行く時の、とゴルフ用のちっちゃいバッグ、カートバッグって言うんですけど、じゃあ今日はこの3つは多分必須だと思うんで見ていきたいと思います、はい、キャディバッグがこんな感じなんですけど、うん、私が、はい、これたまたまです。私これ今使ってるんですよ、ちょうど。この水色、かわいい。ここにクラブいっぱい入れるんですけど、でここになんかもう靴とか入れちゃって、ゴルフシューズ入れたりとか、ゴルフで使う小物とかめっちゃ入るんですよ。これポッケいっぱいついてる。すごい。ここもポッケだし、あのサダちゃんキャディバッグを今探してるんですけど、キャディバッグはこの3種類ですか？あ、4種類か。あ、このグレー色もあると。かわいい。なるほど。気になる色は？気になるのはグレーです。グレー？はい。おー、これほらヘッドカバーって言って、クラブこうやって入れたら
カバーつけるんですよ。で、私はこのバッグとここの色を一緒にしてるんですけど、違う人もいるんですよね、色が。例えばこっちグレーだけどここだけピンクとか、なんかその辺は本当好きなように、はい、このグレーの本体にこの黒を合わせる。おー、なるほど。人もいらっしゃる。いらっしゃいます。グレーオングレーで。あ、グレーにグレーにしますか。そっか、それますか。はい、わかりました。クラブハウスでロッカーに入れるタイプですともこのぐらいのサイズ感です。これに全部すごい入れて持っていくんです、はい、着替えとか。めちゃめちゃ入りそう。めっちゃ入ります。実際にダウンできていただくときに使うのがこのサイズバッグ、コンパクトなタイプ。これもめっちゃ入るんですけど、ここにいろいろ、それこそいろいろ入れて、これでゴルフ行くんですよ。そうで、これ私はもうこのちっちゃいのをここに中に入れて、はい、いつも行ってます。あ、持って行ってます。色はこのキャリーバッグと同じ色展開なので、あ、ご試着お選びいただいたグレーと合わせることもできます。らしいです。あえて色変えてもいいですし。うわー、悩みます。この大きいのは水色が、大きいの、あ、これの水色、はい、大きいの水色、はい、が可愛いなって。はい、なんか水筒がスルハリさんの持ってるんですけど、はい、水色なので。あ、なるほど、はい、そこと合わせたいな。確かにいつも水筒必須ですもんね。そうですね。このちっちゃいのどうしますか。ちっちゃいの黒がいいです。あ、黒にしますか。はい、まあ、いろんな、何でもこうになりますよ。なんか笑ってますね。あ、確かにたまたまなんか黒使いやすそうだなと思って。確かに、あのゴルフウェア、あ、ゴルフウェアってめっちゃ色あるから、多分1回色着ると次違う色チャレンジしたくなっちゃうんでね。ピンクにこれ水色持ってたらすごい派手だなと思って。確かに、1回持ってみてます。あ、確かに何でも合いますね。しっくりくる。はい、じゃあこれは黒に。はい、ということで、さらちゃんのゴルフ女子化計画、まずは物揃いました。イエーイ。超嬉しい。めっちゃ揃いましたね、うん、完璧ですね。はい、今日のこのどうでしたか、一日考えて。めっちゃ楽しかったです。あ、本当ですか。なんか全然普段サーファーとはかけ離れてる世界なので、はい、教えてもらって、うん、めっちゃ楽しかったです。本当ですか。よかったです。まあ、もちろんサーファーも忙しいと思うんですけど、ゴルフも一つずつやっていけたらなと思いますので、はい、ぜひお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。そう、サラちゃんと、まあ、ゴルフウェア、まあ、ゴルフ一式ね、物揃えたと思ったら、さっきサラちゃんがちょっと打ってみたいと言ってくれたんで、ちょっと私探してみます、打てるとこ。ちょっとどっかお力を貸してくれるとこあるか、ちょっと電話してみたいと思います。はい、脇田さらちゃんなんですけども、はい、本当に初めてでゴルフが、はい、なのでまず持ち方とか振り方とか、そこからお願いしたいんですけど、はい、3本、中指、薬指、小指の3本のところに持っていただいて、うん、こんな感じですか。あ、乗ってます。 OK だ。この感じです。それで握ってもらって大丈夫。え、マジっすか。クラブ持っちゃうぐらい。見たことありますか。見たことあります。めっちゃ軽ぶりそう。あ、そんな感じ、そんな感じです。おお、ナイス。いや、前に球転がればここ捨てる。当たってる。いや、マジで当たってんのすごいです。そう、大丈夫。当たってんのすごいですよね。うんうん。当て感が多分あるので、はい、全然多分大丈夫で、あとは構える基本的な姿勢があったりとか、うん、振り方とかもあったりとか、はい、まあ、でもそこはね、ちょっとおいおいでもいいのかなと思ったんですけど、まずは振ってみて、当たるっていうことが成功体験になるので、うん、まず最初の第一歩は全然 OK です。うん、やった。マジで私は本当初めてやらせてもらった時は当たんなかったですよ。本当です。だからサラちゃんの1球目が当たってるのに、本当にお世辞抜きでいいなって単純に思いました。ありがとうございます。ポイントはクラブを置いたところに振って戻ってくればいいんですよ、うんうん、なのでやっぱり無駄な動きは減らしたいんですよ、うんうん、だから構えて振ります。でも頭の位置はそのままです、うん、
例えばその時に頭上に上がっちゃったりとか、そう下に下がっちゃったりとか、うん、上がると上に来ちゃうし、うん、下がると下叩いちゃう、うん、なのでイメージは焼き鳥、初めて聞きました。焼き鳥、焼き鳥、焼き鳥だと思う。はい。串に刺さってる状態で、なるほど。そうだから無駄な動きはしない。で、うん。じゃあ焼き鳥で。私は焼き鳥。おお、いい感じ。当たってんで全然大丈夫です。いい感じ。え、もうめっちゃいい感じです。焼き鳥、はい、焼き鳥。おお、すごいですね。当たりますね、サラちゃん。でも当たってるのめっちゃ嬉しいです。ああ、よかった。飛んでないけど。よかった。でも焼き鳥のイメージが分かりやすいです。さすがです。ありがとうございます。ね、めっちゃ分かりやすいですよね。めっちゃ分かりやすいです。はい、私も初めて聞きましたもん。例えが焼き鳥は。ゴルフって結局は一回例えばじゃこういうふうに構えて、でこういう基本姿勢でじゃここに力入れてこう打ってくださいって言っても、段階的に学んでいかないと多分難しいんですよ。うん、はい、一番最初から例えばやってる人みたいにパシーンって打てるからってそうじゃないんで。ちょっとずつね、覚えていくと、はい、どんどん進歩に伝わっていくと思うので、そういう感じでやっていくと。ありがとうございます。いや、めっちゃいい感じ。さらちゃん、早いっす、習得が。あ、追っていますか。次、初ドライバー、はい、これが一番飛ぶクラブです。ドライバーはここに置きます、ボール。そうなんです。おお、ナイス、当たってる。よきよき。なんて言えばいいんだろう。当たる面積が多いというか。はい、あ、なるほど。ここのね、ボールがここのフェースに当たる部分が大きいですね。今思いっきり振ってます。思いっきり多分まだ振ります。まだ振れます。素振り、素振りっていうか、あ、一回ボールを打たずにボールがあると思って、ボールがないんですけど、そう、あるように持って打つ。そうし、まだ振れる。もうちょっと振れますか、一回。なんかこの下に当たっちゃいそうで。あ、下にはね、当てなくていいですよね。おー、振れた。今振りましたよね、結構。はい、今の感じで。お、振ってみましょう。おー、いい感じ。振れますね。ほら、振ったらその分。飛びますね。その分飛びます。楽しいです。え、待って、めっちゃ伸びてる。めっちゃ楽しい。急にまっすぐ飛んでるし、めっちゃ距離伸びてるんですけど。はい、うん。打ってみます、私。え、見たいです。え、めっちゃ見たい。今、まあ、あえて振ったじゃないですか。ちょっと恐縮ながら打ってみます。超楽しみ。いや、やめてください、ちょっと待ってください。おお、こんな感じです。打ってみよう、打ってみます。おお、あー、ちょっと右に行っちゃったかな。こんな感じです。すげえ。あの、同じだったんです、たまたまクラブ。自分のクラブと。すごい。こんな感じです。でも5年もやってる。でも音が違います。パキーン。だからもっと多分さらちゃんも触れると思います。100ヤード、100ヤード、100ヤード行きますか。おお、目標100ヤード。いや、でも多分ちなみに100、そこで 59.3 って書いてるのが、はい、トータルです。あそこが100になるように。わかりました。一回じゃあチャレンジしてみましょう。あ、なんか向こう側行っちゃいます。うんうんうん、お、どうだ。 68.9。 おー、いいよ、ちょっとずつ伸びてます。でも右行っちゃいますね。でも初心者あるあるです。そうなんです。一番ゴルフ始めた人で出るこの癖がやっぱみんな右の。私もそうでした。
おお、なんか音が変わってきたかも。当たって。おお、81.6くれた。だんだん振り方が良くなってて、お腰が回ってるんですよ。さすが、分かってらっしゃる。バックスイングで腰がちょっと回ってきてるんで、やっぱり打ちに行きたいな、振りに行きたいなと思うと、うん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 、腰が回るので。なるほど。この回るのと、あと振った後にこっちに回すのもすごい大事で、なのでそう、こっちが例えば100振ったらこっちも100振るっていうイメージで振れてくると、うん、もっと飛距離が出ると思います。おお、めっちゃパワフルなってる。なあ、74。また来た来た来た。いけるぞこれ。一回やっていきましょう。おー、いいよいいよいいよ。握っちゃう。おー、でもまた94やん。はい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 、いいよいいぞ、触れてる触れてる。98.7。あとちょい、めっちゃニヤードニヤード。右いっちゃう。悔しい。それやっぱ悔しいっすね。悔しい。でもやっぱさあちゃん今めっちゃ大きく触れてきてるじゃないですか、うん、なんか変えました意識。100こっち行ったら、うん、こっちもって、あ、さっきアドバイスいただいた通り、はい、両方同じ分フローっていう意味ですね、うん、はい、どう行って、あー、あと 0.4 ヤード。なんかまるでなんか遠隔操作して、いや本当ですよ。めっちゃ、おお、おなんなら110。おめでとうございます。右行っちゃったけど、右行ってて110ってすごいですよね。やった、ナイス。もう出れますよね。ほらすごい、初めてです。ね、なんかそんな感じしないですよね。軸がね、多分あるんでしょうね。やっぱプロサファーでこうやってます。体幹キャラ使われますもんね。はい、よかったです。すごい達成感ありますね。みんなでこのまま行かないかと。はい、ということでちょっとね、フラットをちょっとね打ってみたいなっていうのでね、来させてもらって打ってね、なんとドライバーで100ヤードも達成しちゃったというさなちゃん。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、まずゴルフデビューおめでとうございます、ね、ありがとうございます。どうですか実際、まあ、アイアンとドライバー打ってみてもらったんですけど、うん、めっちゃ難しかったです。本当ですか。はい、でもなんかやればやるほど楽しかったですね、うん、あ、なんかもう永遠やっちゃいそうですね。なんか負けず嫌いだしね、突き詰めたら多分結構ハマっちゃうんじゃないかなってゴルフ思ってますけど、めっちゃ悔しかったです、ずっと出なくて。気持ちよかですか最後のやっぱ1球は。ちょっと右行っちゃったのが悔しかったんですけど。さすがストイックですね。まあこれを機にちょっと一回ゴルフを始めてもらって。そうですね、はい、始めたいです、ね。まあ、もちろん今日本にいる時と海外いる時あると思うんですけど、はい、まあ、できる時にお時間ある時にやってもらえればなと思います、はい、ありがとうございます。で、今日最後ね、フィッターさんもこういう最初はハーフセット、はい、初心者用のこういうハーフセットがいいんじゃないかっていう風に、はい、教えていただいたので、もしよかったらこういうのも海外ももしかしたらあるかもしれないんで、はい、見つけてみてみてください。探します。まあ、財布借りるとこも最近は増えてるんで、そこでもね、はい、いいと思いますし、めっちゃ楽しかったです、はい、よかったです。ということで今日はスタッフのさらちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。そして SNS もやっておりますので、ぜひフォローしてください。バイバーイ。